ども皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日は初心者ウクレレ動画レッスンシリーズ第2弾でございます。第2弾。第2弾ということは、1がどっかにある。1はですね、ここにあります。このリンク先。このリンク先はですね、ウクレレ初心者の方がどんどんウクレレが弾けるように、楽しくウクレレができるようになるというプログラムになっている、ガズレレウクレレレッスン動画シリーズということに、初心者レッスン動画シリーズということなんですけど、そこの、このリンク先のところに行くと1から見られるようになっていますんで、そこからまたここに戻ってきてみてください。本日第2弾ということで何をやるか、ちょっと事前にご紹介したいと思いますけど、踊るポンポコリンを使いまして、前回習った4つ、3つプラス1のコード、C と F と G7 と Am を使って踊るポンポコリンを弾いてみようと。前回は、一箇所のパートだけだったんですけど、今回は一曲、まあ、ショートカット版といえども、最初から最後まで、ゆっくりこう、分析しながらやってみようということで、この動画を撮っております。で、終わった後に、すごく役立つ情報もシェアするんで、一応最後まで見といてくださいね。今一度確認ですけど、この C と F と G7 と Am、この4つを、今まで習ってきたわけでございます。まあ、これがね、3つプラス1というふうに、この間もお伝えしたと思うんですけど、これね、皆さん、こういうふうに見るっていうふうに説明したじゃないですか。このね、ここの黒いところを押さえたいわけですから、そっちの方から見るとこういう風になってますよね。で、これは皆さん、これ見て納得していただけると思うんですけど、これね、動画の中で、こういう風に、コード表を出すでしょ。その時に、私がこう、C を押さえると、なんか押さえてるとこ、反対にみたいなイメージになりません？これがね、結構その変換が難しいっていう風に思うんで、皆さんはこの表をどうやって見たらいいか。この画面の上にこうやってウクレレ置いてみるんですよ。はい。そうするとほら C だとすると、ここになってるでしょ。ね。これをこのまま僕こういう風に持っちゃうと、皆様から見たら、なんか、ここの絵と違う風に見えちゃうっていうのがあるんで、そこ確認しといてくださいね。もうわかんなくなっちゃったら、とにかく画面の上にウクレレこうやって置いてみる。この角度でこの表は見てください。これ、確認事項として、伝えておきます。それとあともう一個は、はい。ワンブロックで4回弾くよってやつですよ。はい。これね、覚えておいてください。このテロップで進んでいきますよ。じゃあそんな確認しながら行くと思うんですけど、ちょっとその前に、ちょっとだけいくつか、確認したいと思います。これいい話しますよ。皆さん今ここで、ね、シャララーラーってこの間1のやつで練習してくれたでしょ？それでね、今どうですかね？結構疲れてないですか？疲れてないというのは、力をね、入れすぎてんですよ、結構皆さん。コードを押さえるときに、そんなにここガーッと押す、ガーッとかガーッと押さえなくてもね、大丈夫ですから。もうね、相当緩めてもきっと音は出ると思いますよ。ただし、このウクレレによっては、この弦高って、ここの、ね、弦の高さ、ここが高いと、押さえるのに力がいるウクレレもあるんで、まあ一概には言えないんですけど、一般的なウクレレであれば、もうちょっと力を抜いても大丈夫だと思います。ちなみにこのガズがプロデュースしてるガズのわがままウクレレは、ここの弦高めちゃくちゃ低いんで、すっごい押さえやすいですという感じで、ちょっと宣伝を挟みつつですね。で、あと次の問題があるんですけど、やっぱこれに付随して、体も全体的にカチコチになって、こう、肩凝ったりする人が多いんですよ。ウクレレですから皆さん、柔らかく力抜いてこうだ脱力してね、この手もね、こういう風にガッガッガッじゃなくて、こう柔らかく使ってね、やってください。はい。肩も凝っちゃいけないです。やっぱウクレレはゆるく柔らかくいきたい。これをなんか肝に銘じといてくださいよ。やっぱりこうリラックスする楽器ですから、やっぱり。はい。で、力をまず抜く。これをまず第一個。次です。こっちがもうめちゃくちゃ大事ですけど、今皆さん弾いてる時のね、どんな風に弾いてるか、私が大体ね、見てなくても予想つくんですよ。こうです、皆さん。はい。何かわかります？これ、みんなここ見たいじゃん。自分がちゃんと押さえられてるかどうかね。だから、ウクレレが、こっち向くんですよ。自分の顔の方にウクレレが向くんですよね。これ。ブブーです。ない。なんでブブーか。じゃあね、1の動画を思い出してください。F の時って指をこう立てないと下の弦に触れちゃうっていう話をしたと思うんですけど、これね、これ自分の方にこうやって向けたら、やっぱりね、指触っちゃうんですよ。下に腹が、この指の腹がね、この下に。だから、ぐーっと手を上げるじゃないですか。そうするとなんかね、もうどこまでこれ回っちゃうのみたいな、なっちゃうでしょ。だから、やっぱまっすぐにしとくのがいいです。そうすると、指がしっかり立ちますから。ね。で、しかもですね、下向いているぐらいのが立つんですよ、指って。ほらね。こっち向けたらほら、下の弦には立ちけど、こっちは立つじゃん。だから下向けて弾くのもちょっとなんだなってことで、まっすぐがいいと思うんですけど、あともう一個、まっすぐ。まっすぐっていうのは、こういうことですよ。
直角というかね、こういう地面に対してこういう向きがいいってことなんですけど、右手もそうなんですよね。じゃあ例えばこうやって引くときって、ただ下にストンと落とせば力がいらないじゃないですか。だけどこっち向いてたらこう引くわけですよ。なんかこれやっぱりどっかちょっと疲れるところが出てきちゃうんだよね。だからこう引いてるようになっちゃうわけですよ。つまりなんかいろんなことバランスが崩れる。だからまずちゃんとまっすぐにしておいてあげてください。で、右手はストンと落として左手は指グッと立てて、で、そうするともあの次の問題が起こりますよね。右手はいいとしてもこれね、見たいですけど見れないです、これってなるじゃないですか。そういう時はですね、どうしたらいいか、自分が見に行くんです。こうやって自分が見に行くのよ。はい、これをこのウクレレ様に振り向かせるんじゃなくて、自分が見に行く、これを覚えておいてください。そうするとすごくいいことばっかりです。こうやって見に行くんです。はい、で、皆さん、これからね、テレビとかね、こう、ライブとかやってる人のギターをね、ギター弾いてる人とか、ベース弾いてる人を見てください。こっち向けて弾いてる人いないですから。やっぱりウクレレとか、楽器、ギターとかベースは、まっすぐ前を向いてて、もし見る人がいたら、こうやってやってるはず。基本前傾姿勢ですね。基本前傾姿勢。で、ソファーにこうくつろいでバーッと弾くときは、さすがに前傾姿勢ってわけにはいかないんですけど、まあなんで初心者の方はやっぱ姿勢良くして、こう正してね。で、このウクレレまっすぐにして、これでやると結果力が入らなくて、こう力も抜けてきて、いいことずくめですんで、その2点、確認してみます。力を抜いてウクレレはまっすぐ。これで確認しときましょう。それではね、踊るポンポコリどんどんやっていきますよ。ちょっとね、やってみる前にこれを言おうかな。全然曲始まんねえじゃんって話ですけど、ちょっとこのコード進行を見てください、ね。ちょっと出してきます。まず覚えてるよね。C はここですよね。で、見て、C の次って Am でしょ。はい。C は下1本でした。で、上1本、Am に移り変わります。それはこうですよね。C を離して上に、Am に行きました。はい。次のブロック F になってますよね。ここが面白いところ。Am と Am ってここ1個じゃないですか。で、F って、こことここなんですよ。つまり、ここの位置 Am と F と一緒。つまり、じゃあ C から下1本から始まって Am に来た。次 F だったら、ここ離さない。離さなくて F を足すって考えるんですよ。Am に1個足したら F になります。これ面白いでしょ。次はですね、日曜日の死者でも出てきたんですけど、次 F の次 G7。これはね、よくこの間も練習したやつです。ここの人差し指の位置は F と G7 一緒なんで、ここを中心に、くるっと回転させて G7。ここは覚えてるかな ?F からくるっと回転させる G7 ね。だから下1本、上1本、1個 F 足して、この人差し指を中心にくるっと回す。すごい指のバトンタッチが楽しめます。下1本から上1本、1個足して、この足した人差し指を中心にくるっと回して G7。これが踊るポンポコリンの基本になっています。これすごくここのロマンも。楽しめますよ。はい、それ意識して。じゃあ、ゆっくりやってみるんですけど、ちょっと私解説しながら進めていきますんで、皆さんは歌ってください。何回も言うようですけど、歌が中心になってますから、歌は歌うってことが、中心に置いてくださいよ。はい。で、次のコードを先読みしながら、こう、準備をしながら、指の準備をしながら行く、前回のおさらいですけど、そんなこと意識して、じゃあ、踊るポンポコリ、やってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。なんでも下一本から次上一本ですよ。みんな一個足して斜め。踊りを、次は三角形の G7 でいるよ。皆さん歌ってくださいよ。はい、下一本。お鍋のな、上一本で Am。ぽわーっと一個足して F にします。インチキおじさん、三角形、おー。はい、斜め。いつだって忘れな、下一本の C に戻ります。エジソンは歌ってくださいよ。えらい、余裕があれば体を揺らして、はい、F。そんなの上、三角形いきます。 G7 チキー、次止まりましょう。止まる。パッたたらしいから、ピーヒャラ、ピーヒャラ、パッパッパラ、次上一本、ピーヒャラ、ピーヒャラ、パッパッパ、一個足して F、ピーヒャラ、ピーヒャラ、おへそが三角形いきます、ピー、また次止まってみよう、せーの、はい、止まる。たたたら、下一本、し、たら、ぴ、やら、
パッパッパ、次は上一本ですよ。上一本 Am I な。ピーキャラ、ピーキャラ。上がるポンポン。次一個足して F。ピーキャラ、ピー。はい、三角形 G7。お腹が減ったよ。C ですよ。イェーイ。せーの。じゃがじゃん。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今ぐらいのテンポでこうちょっと先を読みながら歌う。今私はちょっと解説しながらやったんですけど、皆さんはそれで何回も何回もこの動画に合わせてゆっくりこうやってください。で、まあ、できればね、体も揺すったりして、大きな声で、こうできるようになって、まずこういうことで、こう自分の中に落とし込んでいく。まずこれいいじゃないですか。最初から最後まで、まあ、サビまでね、できたっていうことは、まあ、これは素晴らしい第一歩ですよ、皆さん。はい。この、ウクレレ初心者レッスン動画シリーズですけど、まずこの4つのコードで弾ける曲、もう何個かこの後引き続きアップしていくんで、どんどんこの4つのコードで楽しく音楽をやって、次のステップにどんどん行くっていう、流れにしたいと思います。じゃあ今後どういう風になっていくかっていうと、まずコードをこれにだんだん覚えていきます。で、ガズレレ必須コードっていうのを最終的に覚えるんですけど、これが覚えていくともう本当ね、バッチリなんですけど、これもいずれご紹介する、まあ、すぐにご紹介する動画アップロードする予定。あとはね、それに続いてどんどんリズムですね。こういうリズムとかね、これストロークと言いますけど、あとはこうアルペジオとかこういう、あとはもうこうかっこいいリズムがあるんですよ。このいろんなリズムで弾く楽しさをどんどん味わえるようになります。で、そこに行くまでにはまず4つ弾きでね、今日やってるようなことがまず基本でどっかりこう基礎ができていった方がいいので、まずはこの辺の動画のこうバーッとこう引き続き上げていくんで、このウクレレ初心者レッスン動画シリーズでどんどんこう自分のものにしていってください。ドルポンポコリンなんですけど、この簡単ウクレレ教室というこの本、リットーミュージック社から出てる本なんですけど、ここにも入ってるんで、まあ、楽譜見たい方、ここで見てもらうとすごくいいと思うんですけれども、ここのね、19ページに踊るポンポコリン書いてあります。はい。で、この本はですね、有名書店さんとか、まあ、大体書店さんに置いてあるともなかったら注文してください。楽器屋さんとかにも、あると思います。この顔がね、私ですからね、これ。はい。このリットーミュージックから出てるこの本、すごくこの役立つと思いますんで、ぜひゲットしてください。あとですね、アプリがありますよ、アプリ。この本も大事ですけど、アプリもすごく有効ですんで、皆様のお使いのスマホとかタブレットにインストールしていただいて、どんどんご活用してください。やっぱこれね、いろんなあっちからこっちからこうね、面白みをこう足していくのが、またさらにいいと思います。はい。で、まあ、いつも使用しているこのガズのわがままウクレレ、これベトナムで作ってるガズがもう監修してる、これもうすごく高品質なウクレレの情報とか、ここに置いてあるんですよ。これね、ウクレレのケースなんですよ。これリュックサックです。で、これビジネスマンも横持ちができるように、こうハンドルがついていたり、はい、リュックにもなるしっていう、こういうものとか、まあこういうキャップとかね、この水引き、私の両親が作ってるやつとか、いろんなグッズ、ウクレレが楽しくて豊かになるグッズもいろいろやってます。まずこんなこともたくさんありますんで、ひとまずガズレレ .com 見てください。そんなことで、ウクレレ初心者レッスン動画シリーズ第2弾、これで終わろうと思いますが、どんどん引き続きアップロードしていくんで、待っててくださいね。じゃあ、何回も繰り返してこの動画やってみてください。それでは皆さんごきげんよう。さようなら。